親族にはバレてるけど、他人には隠したい過去。多分、母親としては最低な類に入る。私は男の子の双子を産んだ。その下には、さらに女の子も一人いる。夫の兄夫婦は、どちらも高学歴高収入な夫婦だけど、30後半になっても子供ができずにいた。法事等で美形夫婦と会うたびに、子供らに、うちに一人おいでと言われていた。と言っても、義兄夫婦も周りの人も、私たち夫婦も、それが冗談だと分かっていたので、毎回笑って流していた。一度言えば、それ以降は言わなかったし、毎回、また言ってるよって感じだった。双子が小4になった時のゴールデンウィーク。義実家に遊びに行くと、義兄夫婦もいた。そして、おなじみの、いつも良い子たちだねえ、うちに一人おいで。が始まった。義両親もいつものことだから、あらあらで終わろうとしてたんだけど、双子の兄の方がいいよ。おじさんおばさんのとこの子になる。と言った。その時も、まだ、みんな、こらこらで住んでたんだけど、やたらと、いや、本当になる。と、双子兄も譲らなくて。まずいと思ったのか、義兄夫婦が冗談だよ、で終わらせようとしても、かたくなに、おじさんとこの子供になるよ。と言い続けてた。その日はいつも通り帰宅したんだけど、帰宅した後もずっと。俺、向こう、義兄夫婦の子供になりたいというもんだから。私も夫も、いい加減にしなさいと少し強めに叱った。それから、お盆まで毎日毎日。義兄夫婦の子になりたいと。何度も、なぜ?と聞いた。向こうがお金持ちで優しいから、と帰ってきた。そりゃ、義兄夫婦共に稼ぐ職業でこなしだから、うちの子供らに、いつも良いものを買ってくれてた。双子の弟が、俺とお母さんたちと別々に暮らすんだよ。いいの?と何度言っても別に平気と。最終的に、俺、お母さんよりも、おばさんの方がいいと言われて、自分でも驚くほど、双子兄へのいろんな感情が消えた。だからその場で、いいよ。じゃあお盆で、さよならだね。荷物まとめなさいと、笑顔で言ったらしい。それ聞いて、双子兄も、ウキウキと荷造りしたらしい。お盆で義兄夫婦と会うことが分かってたから、私が、事前に義兄夫婦に電話して事情を説明した。電話口で、あなたたちに差し上げますと何度も言ったらしい。義兄夫婦はパニックになってたらしいけど、お盆の時に何時間か話し合って、双子兄は義兄夫婦の養子になることになった。義両親からしたら、孫が消えるわけでもないので、本当にこれでいいの?と何度も聞かれた。子供本人が望んでるから、と、双子兄を笑顔で見送った。見送ったと言っても、義兄夫婦も義実家も私夫婦も車で行ける距離。義兄夫婦が考慮して、双子兄が転校しなくてもいいように、ますます近くに引っ越してきた。もちろん、手続き等に時間はかかったけど、名字が変わるわけでもなく、ただ住む家が変わっただけ。何の問題もなかった。さすがに担任等には説明したけど、私は、義兄夫婦は、不妊で子供がいないのかと思ってたら、どちらも仕事大好き人間で、子供産んで仕事辞めたくない休みたくないってスタンスだったらしい。そのため、二人とも、すごく、キャリアと稼ぎはあるんだけど、いきなり、小学生の親になるのは厳しかったと思うよ。もちろん、双子兄が帰宅する時間に帰れない。ご飯作れない。双子兄は、一週間で根を上げた。何度も寂しいと言っていたと思う。なぜか家に帰ってくるようになった。なりたかった家の子供になったんだから、もう家には帰ってこないで。遊びに来るならいいよ、と言ったと思う。なので、我が家の夕食の時間になれば帰れと追い返した。うちの子じゃないから、うちでご飯は食べられないよ。双子兄は泣きながら帰って行ったと思う。それでも、全く何とも思わなかった。すると、双子兄は、同じ学校の双子弟をいじめ始めた。
物を隠す、トイレに閉じ込める、隣のクラスなのに、わざわざ弟の給食をひっくり返しに来る。すると、お互いのクラスの担任に呼び出された。私はパート主婦だから来れたけど、義兄夫婦は仕事のため来なかった。担任から、事情は聞いてますが、お母さん止めてくださいと言われたけど、弟をいじめる兄が憎たらしくて。その子は、もうよその子ですから。うちの子をいじめないでくれる。本当、やめて、と伝えた。それから兄だった方は、おとなしくなり、義兄夫婦の子供らしく、勤務教に励んでいったという。高収入の家だったから、義兄夫婦が面倒見れなくても、お金であらかた解決してたっぽい。うちでは、買えないような持ち物とか、良い塾とかにも行き始めた。うちはといえば、収入的には普通の家庭だったので、それは、もう普通に育てた。行きたいといえば塾に行かせたし、高校も公立に行ってもらってる。兄だった方は中学から私立。高校も、うちのことは比べ物にならないくらい良い学校。さすが義兄夫婦の教育だなぁと思った。今では、用事がない限り、義兄家族と会うことはない。そろそろ、私は、兄だった方に復讐されるんじゃないか?と思えてきた。小4だった子供の言動に腹を立て、有無も言わさず養子にした。大きくなった今は捨てられたと理解できるはず。何度も夫と言い争いになった。かわいそうだから、うちに戻そうと言われるたびに、うちから子供が一人消えたことで、近所はどう思ってると思う?バラしてもないのに養子にしたこと広まってるのよ。それなのにまた元通りになると思うの?面倒な手続き、またしなきゃダメなの?義兄夫婦が申し訳ないと思ったのか、夫口座に7桁のお金を入金してること、夫は当時隠してたけど知ってた。だから子供、売ったんだ。あなたも同類と言ったきり、夫は、双子兄の話題は出さなくなった。もちろん、子供らが一番混乱していて、当時は大変だった。末っ子の娘は、理解が追いつかないまま、兄の一人がいなくなったわけだし、ケアが大変だった。来年、双子は高校卒業する。今は向こうも幸せ家族らしいし、このまま、私とは関わりなく生きていってほしい。さすがに、向こうも、私のことを母親だとは思ってないだろうしね。今のところ、双子弟と娘が、私をどう思ってるかはわからないけど、今では普通に馴染んでる。兄だった方を弟は変わらず名前で呼んでるし、娘も変わらずお兄ちゃん呼びしてるっぽい。もしかしたら私と縁切りしたいのかもしれないね。私がしたことはそれほどのことだし、多分縁切り枯れても固執はしないかな。後悔はするだろうけど。でもどうしても無理だった。もうあいつを育てなきゃ。とも思えなかったし、虐待するよりマシだったかなと。